真空管のアンプにしたいんですよ、パワーアンプは本当は。だから長らくあの MC275 とかね、あの気になってます。まあ、いずれそっちの方に移行できたらなって思ってます。子供プロダクションチャンネルでございます。どうもこんばんは。前回の動画でパワーアンプの話ちょこっとしたと思うんですが、マッキントッシュ MC275 真空管アンプ、これオリジナルのやつだと、まあまあ高価というかかなり高価で、なかなか条件合うもの見つからないということで、とうとう復刻のとうとうっていうか復刻のものを探してきました。 MC275 復刻バージョン5になります。 75W プラス 75W のステレオパワーアンプで、発売が2007年で、生産完了時期が2010年という時代のものになります。肝心な音の方はやはりあのオリジナルと同様というわけにはいかないんでしょうが、海外の評論家の方の話を訳してこう読んでみたら、まあ、確かに違いはあれど概ねの方向性が違ってるわけじゃないんで、まあそのわずかな違いにこだわりすぎるのはみたいな感じで言ってたんで、まあ私の場合はなんていうかこう機材のマニアではないんで、まあ復刻でもいいのかなと思って今回に至りました。オリジナルの MC275 は1回だけなんですが、まあ1時間ぐらいがっつりあの実際に聞いたことはあります。でその時が私の好きなアルテックのスピーカーが、まあ、朗々と鳴りまくってたんですよ。まあ、理想的な形で理想的なサウンドを奏でてたんですよ。でうちに帰ると私のアルテックはというと、フラメンコね、量ではあるが最良ではないみたいな。そう考えると私が求めてるのはやはりあの時聞いた MC275 なんじゃないかなというわけで、先日やっと復刻のものを手に入れまして、早速つないで、まあ、聞いてみたところ、一瞬で答え出ました。これです、求めていたものは。その時は当時は、MC2505 かな使ってたんですよ。この275バッチリでした。どういう音かと申しますと、まず濃いです、サウンドが。そして太い、あと音が元気。これ以前使ってたダイナコの Mark III にも通ずるんですが、 KT88 のプッシュプルでちょっとダンピングが甘い、低域の精度が効いてない感じなんですよね。ちょっとボワッとした感じなんですよ。で中低域にもちっとした弾力があって、中高域は結構なこう倍音が感じられて、まあ、歪みですよね。こうオイリーでこうキラキラしてる感じっていう、こう艶やかな感じなんですよ。あとこれはダイナコのマーク3の時も、プリアンプのバランス7の時にも感じたんですが、音に揺らぎを感じるんですよね。ゆらゆらゆらっていう、なんかネガティブなこう不安定な意味じゃなくて、まあ、極端に例えるとハモンドオルガンの B3 みたいな、低音の方向を弾くとギョヨヨヨヨヨみたいな音の揺らぎ、いろんな音に感じるんですよね。例えばピアノの音だとしてもそういう感じなんですよ。こう弦がこうやっぱ震える音がこうクローズアップされて聞こえてくるような感じですね。イメージですよ。あと響きの良さを感じました。響きの良さというのはスピーカーからこう放たれて、音が部屋でこうよく鳴り響くという意味ではなく、スピーカーから放たれた音にすでに空間的な響きを感じられて、すぐに部屋の空気に溶け込むというか包み込むというイメージです。それとダイナミクスも結構感じました。演奏中のフォルテシモのこう強く演奏されている部分、弾いている部分でこうびっくりするぐらい音が迫ってくる感じがあるんですよ。それまでは普通の音量でこう聞いてても、力強くこう演奏した時は、自分が思ってる予想以上の迫力で迫ってくる感じです。以前使ってた MC2505 というとても元気なアンプがあったんですが、それも同様のダイナミクスを感じてました。で逆に最近まで使ってた MC300 マッキントッシュの、これはちょっとあのピーキーさが抑えられた感じに聞こえてました。波形のピークっていうか、こう音のこう波の振れが均一に割とこう抑えられてコンプレッションされてるイメージでした。まあ、これに比べたらっていう感じです。
あと次にマイナス面の説明です。とてもよく響く感じで聞こえるんで、まあ倍音成分ですよね。ボーカルを聞いた時に歌詞の細部が聞き取れない感じも結構あります。ボーカルがちょっとこう埋もれる感じといいますか、まあレコードによってなんですが、そんな風に感じる場面もありました。とは言っても、まあ私が好んで聴いてる音楽はリラックスして、まあ、ウイスキーね、飲む感じの音楽なんで、まあ、個人的にはとてもマッチしてると思います。まあ、用途的にはゆったりおおらかで太いサウンドですから、私のパワーアンプは、まあ、サカシはこれで多分上がりだと思います。おそらく感性を刺激する、まあ、音楽的なパワーアンプ、私はこれ非常に気に入って素晴らしいと思ってます。状態のいいオリジナルの275とかはもっとこう味わい深い音を奏でるんでしょうけど、おそらくね、比べると、こちらもまあ大変気持ちよく、まあ、楽しむことができております。でこれ空気録音で聞いていただくんですが、各アンプの特徴をご存知の方は、まあ、聞き分けやすいと思うんですが、そうじゃないとあまりこれ違いわからないかもしれません。なんか空気録音を確認したんですが、実際に聞いてるほどの違いがいまいちなんか録音されてないというか、まあ、録音されてるんでしょうけど、ちょっと極端に言うとみんな似てるように聞こえるんですよね。まあよく聞くと、ちゃんとしたヘッドホンとかでよく聞くと、あの分かると思います。まあ、キャラクターが全部違うということは。それでは1967年発売の MC2505、1995年発売の MG300、 2007年発売の MC275 復刻バージョン5、この3機種のパワーアンプ聞いていきたいと思います。どうぞ。